日南市スポーツ少年団の結団式が5月7日に多目的体育館で開かれました。スポーツ少年団、日南市内で活動しているスポーツ少年団約40団体のうち、小学生の団員や役員などおよそ500人が結団式に参加。より一層技術力を高め、チームのみんなと一緒に競い合うことで友情を組んでいただきたいというふうに思っております。斉藤博さんと川本優里さんが日本スポーツ少年団の団員綱領を朗読。私たちはスポーツを通して健康な体と心を養います。スポーツ少年団の意気込みは、マスターズに向けて頑張ります。国大会で優勝したいです。 JA 杯で優勝して頑張るために頑張ります。地区予選で優勝できるように頑張ります。イエーイ。チームワークではどこにも負けない自信があるので、絶対に勝ちます。頑張るぞ。ゴー。結団式が終わってレクリエーションが行われ、1年生から3年生は玉入れ、4年生から6年生は綱引きをして、他の競技団体と楽しく交流を深めていました。